はい、こんにちは。こんにちは。ヤマトの野球を見てくれてる方からネット作り方を教えてくださいということで、まあ条件としたらお家の方、嫁の OK が出ないとダメですね、まず勝手にやったら多分怒られます。まあ、あとは奇跡的にここの下が駐輪場、誰も住んでない、下の人がいないので、まずですね、3メートル×3メートルのネットを買いました。確か4700円ぐらいですね。で、3メートル×3メートルのネットを、まずですね、この裏側はこうなっていまして、もうあそこにネジぶち込んでいます。はい、こんな感じですね。で、吊るして、3メートルだと長いので、下から3分の1ぐらい折りたたんだところで固定します。2箇所。こっちとこっち。で、このままだと、デロンってなって、打った後、ボールがこっちに来ちゃうので、うん、こういった感じで、潰すと。そういう感じですね。はい。これは、代償です。穴開けられました。まあ、ただね、これを代償にこれ以上に上手くなってくれれば嬉しいです。そのうち直します。で、これ打つだけじゃなくて守備やりたいときはこれをですね、もっと高く、もっと高くすると下が隙間空きます。なので向こうから下を転がせるので、まあ、あとはね、自由に、なんか、好きに、自由に、こんなことすると、的がちっちゃくなって、狙いやすいとか、っていう感じですね。はい、吊るすだけで、結構、下が空いて、そのスペースから投げて、ゴロ捕球の練習もできます。で、バッティングするときは、このぐらいがちょうどいいかな、みたいな感じで。これなんかも、もう数百円で売ってますんで、こういうの。こういうのね、うまいこと、工夫して。まず許可をもらってくださいね。怒られますね。ご質問あれば、どんどんください。なんか、ヤマト君への質問とかでも全然ありなんで。コメント欄にどんどんください。はい、こんなとこかな。はい、現場からは以上です。はい、以上です。最後まで見てくれてありがとうございます。高評価、チャンネル登録、どんどんよろしくお願いします。